はい、キューベースの解説進めていきたいと思います。前回はですね、リズムを修正するクオンタイズ見ていただきました。で、今回も引き続きMIDIの編集なんですけども、こちらも音楽で非常に重要です。音の強弱ですね、これをベロシティと言いますが、これを編集する方法をご紹介します。まずですね、ピアノロールの中に入る必要がありますので、こちらイベントをダブルタップして中に入ります。こんな感じですね。そうしますと打ち込んだ内容出てます。で、この下に表示されているのがベロシティですね。こちらタップしますと自動的に拡大されます。で、注意点としまして、ここに何もこのように表示されていないという方はですね、この左の項目からベロシティを選択してください。で、変更方法非常に簡単です。このドローツール。で、ドローツールは見た目のですね、イメージとそのままでこう書き込むことができるというツールですね。このドローツールでこうドラッグすると、こんな感じでですね、簡単に強弱をつけることができます。一回聞いてみましょうか。これどんどんじゃあ強くしていくのを設定にして、これ再生してみますと、はい、今極端ですけども、このようなですね、音量変化を得ることができるといった形です。今ですね、ドローツールでザーッと書くとですね、まあ、全てのノート、中にはですね、このように同時に発音されているノートなんかもあります。こういった時ですね、片方の音量は変えたくないなんていうこともありますよね。そんな時はこのドローツールをタップして一回外してしまいます。そしてですね、その後にベロシティを変更したいものを選択して、こちらですね、ベロシティを動かせば、今同時にですね、演奏されている方に影響なくこうベロシティを調整することができると。またですね、ベロシティの方から選ぶこともできまして、例えば左隣のですね、ベロシティを調整したいといった時は、このベロシティをタップしますと選択が切り替わって、このように変更することもできるといった形ですね。このあたりは作業しやすい方をご選択いただけたらと思います。今はですね、ドローツールでざっくりと書いてみましょうか。一番最初のコツとしましては、まずですね、大まかな音符をちょっと大きめに書くといった形です。で、音楽のですね、基本となるのは四分音符ですので、まず四分音符の位置をちょっと強くしてみましょうか。まず四分音符一発目の頭、ここをですね、割とこう強めにして、そして二拍目ですね、この頭も強くと。そして三拍目。そして4拍目という感じで、まあ、こうざっくりやっていきます。次に細かい音符は8分裏になりますので、まずこことかここですね。このあたりをちょっとですね、四分よりは小さいんですけども、こんな感じで選択していきましょう。で、この時ですね、先ほどお伝えしたように、こっちからもいじることができると。まあ、こんな感じでですね、ざっくり書いて、その次に細かいのがこちら16分ですね。これをもうちょっとだけ弱くしてみましょうか。もう一つ16分裏がありまして、これですね。こうじゃあちょっと弱めにします。まずですね、この方法をざっくり覚えておくと、結構指針として使えるかなというか形ですね。一小節目が変更後、その次が変更前ですね。こんな感じでですね、こちらの方が元気よく躍動感があるかなといった形です。今回はこんな感じで強弱をつけることができるという点と、この強弱のことをベロシティと呼ぶというところも覚えていただけたらと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。